はい、青春秘密基地アワーです。今回紹介するのは茨城県日立市にありますアンティークショップオットアンティークスさんの方にお邪魔してきました。こちら外見を見てもらうと分かるように若干ね薄暗がりな照明と店内の雰囲気になっているんですけれども、中の方を入るとこんな感じですね。かなり落ち着いた雰囲気で若干暗めの照明なんかもいい雰囲気を醸し出していて、この時ね結構ね夜遅くにねお邪魔したんですけれども、そのね照明の当たり具合も結構ね雰囲気良かったんじゃないかなと思います。で店内を入ってすぐのところにねビリヤードの台がね大きくね置かれていました。多分この辺はねスタッフさんとかがねやられているんじゃないかなといったような感じで、かなりね自由な環境もね羨ましいなと思います。でまたこの店内の中見るとねこんな感じで、こちらのねこうタイメックスのねヴィンテージのショーケースのような感じの、タイメックスじゃないのかもしれないんですけども、このね稼働するタイプのこのね照明を当たったコレクションケース、非常にねコレクターとしましては空いた中にね自分のねヴィンテージのおもちゃやそういったねフィギュアなんかを並べるとねかなりね映えるような、そういったねショーケースになっていたんじゃないかなと思います。でこちら缶バッジとかもねかなりね古いものがたくさんね様々な種類のものが販売されていて、なんかねこの店内の方をねぐるっと見回してみたんですけれども、かなりねリアルな感じがしますよね。この辺ほとんどのものが本場アメリカの方から仕入れてきた本物のねアンティークやヴィンテージアイテムが様々販売されていました。こちらねキャラクターのコップなんかも販売されていて、こういったものはねアメトイショップなんかにもよく見かけるんですけれども、そういったねポップなキャラクターものもありますし、またねファイヤーキングといったようなアンティークのミルクガラス食器なんかも販売されています。でこちらのお店なんですけれども、隣にね美容室も併設されていて、オーナーの方が一緒ということもあって、またねそちらの美容室の方もかなりねこちらのお店同様にアンティークをねかなりね意識されていて、カットするための椅子なんかもかなりねヴィンテージのものを使われていて雰囲気がいいね美容室になっていて、そういったことからもねこちら美容室をやりながらアンティークショップもやられているということで、美容室としても非常に、ね、雰囲気がいいお店になっているので、髪の毛を切りがてらこうやって古いものが好きな方はね、隣のこちらのねオットアンティークスさんの方にもお邪魔して、様々古いものにね囲まれてお買い物もできるということで、古いものに興味がある方はねぜひねこちらのオットアンティークスさんにお邪魔してみるのもいいんじゃないかなと思います。でね自分がね一番ねこの中で惹かれたものはこちらにあるこのステッカー関係ですよね。このステッカーが何とも言えないこの角プリズムというんですかね、ビックリマンでいうとこのヘッドみたいな感じのこの感じのねこのねステッカーなんですけれども、かなりのね豊富な種類と在庫がたくさんあって、自分はね非常に惹かれました。この中からね数点ね購入してきたんですけれども、こういったものはねやはりねこういったお店に来てたまたまこう出くわしてね見つけなければ購入できないといったようなアイテムなので、このねググって買えないようなこういったステッカー関係ですね、やっぱりお店に足を運んでねこう見つけてなんか掘り出し物じゃないんですけれども、自分はね別にステッカーが欲しくてねこのお店に来たわけではないんですけれども、このねステッカーの雰囲気にやられちゃいましたよね。かなりね懐かしい感じと、やはりこの角プリズムがねとてもね印象的なのと、また派手派手しいものと、またねこの赤と青のね原色とのねコントラストがね何とも言えずにねドハマりしましたといった感じで購入をしてきました。まだまだねこちらの方を見ていくと、こう雑貨とか家具とかねほんと様々なものが販売されていて、興味深いものもありますし、またね何が何だかわからないようなものまでも販売されていて、幅広い商品といったような感じで、照明関係もね上にもねかなり吊るされているんですけれども、その照明関係もありますし、また家具や雑貨、またこういったね棚などね、また看板なんかもねかなり大きめの看板からこういった感じのね車のナンバーですね、こうやって反射するんですよね、こちらね照明を当てるとこういったねナンバープレートなんかもインテリアの一つにねちょっとアクセントになるんじゃないかなと思います。でねこちらのオーナーさんとも様々ねこちら古いものの話もしてきたんですけれども、そういった話の中で自分もねステッカーを購入した際にちょっとね何気にねお財布を出してお金を払ったところ、あれそれゴローズだよねといった感じで話しかけてくださって、まさかのねゴローズユーザーでした。ただねオーナーの方は 7,8 年ね最近はね通っていないということだったんですけれども、ただねゴローズの話というのはやはり盛り上がってしまって、お店の中でねかなりねゴローズの話で盛り上がってしまいました。こういった感じで結構ねアンティークショップとか様々なお店でね結構お話をしていると、割とねゴローズユーザーの方に出くわすことあるんですよね。以前にもねこういったねアンティークショップの紹介レビューをしているんですけれども、その中でねゴローズユーザーの方とゴローズの話が盛り上がったなんてこともあったんですけれども、ちょっとそんな感じで話が横道に逸れている間にこちら2階ですね、2階の方には古着なんかもね若干ね販売されています。本場のアメリカからのね古着ということもあって、掘り出し物もねあるかもしれません。あとはやはり照明関係と椅子関係なんかもねかなりねこちら2階の方には販売されていました。雰囲気がね一点物といった感じで、やはりねこういったものもねやはりお店に来て出会いといった感じで、またね同じものが欲しいとか見つけたいなと思っても見つからないような、アメリカからね仕入れてきた貴重なね家具なんかも販売されています。
で話は戻るんですけれども、そんな感じでゴローズの話でねかなり盛り上がってしまって、夜遅くまでねお店の、ね、閉店時間を過ぎてまでねちょっとね話の方が盛り上がってしまいました。そういった点ではオーナーの方ともねかなりねお話ししやすくて楽しい時間をね過ごすことができました。やはりお買い物といってもこういったねアンティークやヴィンテージ商品を扱っているお店だと、そのね商品のいきさつや様々なねエピソードなんかもお話をね一緒に聞くことができると、本当にね買ったもののバックグラウンドも見えてきますし、改めてね愛着の方も湧いてくるんじゃないかなと思います。でこちらのステッカー関係なんですけれども、ごく一部ではあるんですけれども並べて撮影させていただきました。この中からね数枚ね購入してきたんですけれども、どれもね角プリズムといった感じで、このね角プリズムと原色と赤とか青のねこのコントラストがなんともね懐かしい感じのステッカーに仕上がっていたんじゃないかなと思います。でね、オットアンティークスさんの詳しい詳細の方はこちらになります。またね一時停止して確認していただいて、ぜひねお買い物を楽しんでいただけたらなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。